ソフトバンク和田剛、この件に触れたくない。和田は騒動について報道陣から尋ねられると、いろいろな報道が記事とか出てるみたいですけど、自分としてはもうこの件に触れたくない思い、考えたくないのが一番の自分の思いなので、都心境を取ろ続けて、あとはいろんなところから今来ていただいているファンの皆さんとか、応援していただいているファンの方からのメッセージとかもいただいているので、自分ができることとすればチームのために一生懸命になれることだけです。その準備をしっかりとするだけだなと、そういう気持ちです、と今季への覚悟を口にした。今回の騒動をめぐってはファンからも多数心配される声が届き、すごくありがたい気持ちです。自分が今までやってきたことというのは、ファンの皆さんにとって少しでも受け入れてもらっていたのかなと思いますけど、今後ともチームのため、ファンのため一生懸命投げていくだけ、トムスンナ。ええ、なんで説明せんのや。これはごねったってこと？嫌かいのには言うことあるやろ。引退する気ゼロやんね。当事者やろ。何があったんですかね。いやいや、それならノーコメント貫けよ。中途半端に触れるメリット何もないぞ。ちゃんぽんの効果出たな。逃げ回る道を選んだのか、ほんとごね得だな。人的のやり取りも第三者かますようにせんとあかんな。触れたくないじゃねえよ。まあ和田本人としては何も言わないのが正解だよな。どんなこと言っても炎上するし、バッシングされるし。触れたくない、考えたくないって言ってしまっとるがな。現代が違うなら否定するべき。ここでの沈黙は引退宣言肯定に等しい。カイノが言うならわかる。カイノについても考えたくないってこと？後輩を売るクズやな。カイノに何かコメントはないんか。和田もなんなら移籍を受け入れたカイノも今後言われ続けると思うと、フロントの失態のデカさは計り知れない。本来ならお前らフロントが守らなあかんのやぞ。カイノかわいそうじゃね。否定しないってこと、そういうことなのかなって思われるけど、ええんか。この感じだととりあえず引退しさは事実っぽいな。本当に言っていて、草嘘記事なら事実と違うことがくらい言うやろ。これも答えなのでは。お前だけの問題ちゃうやろ。カイノの気持ちを汲んだらこんな発言できんやろ。コメントは出せませんって答えたらいいのに、なんでこんな言い方するんだか。カイノが触れてはいけない、考えたくない人みたいじゃん。なぜ否定しないのか。ちゃんぽんは美味しく食べたのよ。カイノだって考えたくなかったろうに。記者もおごってもらうのが当たり前になってるんやろな。和田を責めるなよ。選手がごねて方針変わるわけないだろ。とぼけて白を切るよりマシやん。和田内からの精一杯の野球に対する誠意やん。これがイノが生贄になった感が強くなってないか。それはカイノが言いたいセリフ定期。火がなければ球団に聞けの一言で終わるのにな。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。